はい、皆さんこんにちは。ラミエチャンネル第16回始まりました。本日のメニューはこちらです。一つ目はラミエ写真投稿コーナー、シシドと山田の2人が選んだ写真をご紹介します。2つ目はラミエニュース、先月から引き続き行っている、新職員特集。今週はラミエ本庁で働く3人をご紹介します。で、3つ目は候補ピックアップ、5月から始まるコミュニティ支援員制度について担当者を招いてご紹介します。はい、で4つ目がタブレットコーナーですが、こちらでは5月から新しく運用を始めるイベントカレンダーについてご紹介します。以上です。どうぞ。はい、それではまず浪江写真投稿コーナーです。山田さん、今週気になった記事を教えてください。はい、今日27日に掲載された、うん、はい、いわきの姉ちゃんさんの伊達の雲助さんの その浪江の投稿で、うん、久しぶりに実家を見ましたっていう投稿がすごく気になりました。うん、こちらですね。うん、はい、なかなかね、立ち入りできない方もいるので、うん、浪江をパシャパシャいっぱい撮ってもらってるとね、あ、自分の家があったみたいなので嬉しく思った方がいるのがとても良いなと思いました。じゃあ、シシドさんの方は何か気になった写真ありました？はい、4月26日の竹下優さんの投稿、気になりました。こちらです。音声投稿をつけてくださったんですよ。おー、久しぶりですね。うん、そうなんですよ。まあね、ちょっとまだね、利用が広がってないところだったんで嬉しいですね。うん、そうですよね。どんどんこの声をね、届けていただければと思います。うん、文字がね、入力するのが難しい方にも音声だったら簡単に入力できますから、そうですね、ぜひ試してみてください。ぜひ使ってみてください。はい、では続いて、はい、浪江ニュースのコーナーです。はい、4月から行っている震災防職員特集なんですけれども、はい、今週は浪江本町の方で働く3人にインタビューしてきました。はい、うん、普段ね、なかなか会えない人たちだったので、うん、僕も楽しくインタビューしてきましたの で、ね、はい、はい、ご覧ください。はい、浪江の本町の方に来てまして、新年度から浪江本町の方で新しく採用されて勤務されている3人をお迎えしてインタビューしたいと思います。まず一人目ですが、水野さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介お願いします。はい、今年から働かせていただくことになりました、まちづくり整備課計画係の水野祐樹です。よろしくお願いいたします。この浪江に来る前は何をされてましたか？震災があった後、うん、父の親戚を頼って茨城の方で、社会人として3年ほど働いていました。で、その後1年間専門学校に通いまして、この度ここで働かせていただくことになりました。出身はどちら？浪江町の権現堂です。あ、じゃあこれは下の近く、ね、あ、そうですね、はい、でも普段というか小さい頃から、はい、じゃあ高校まではじゃあ浪江、だから震災まで浪江。そうですね、震災まで浪江です。はい、はい、まあ、この度じゃあ職員になって戻ろうと思ったきっかけは何だったんですか？はい、やっぱり一回県外に出たということもありまして、近しい友人、浪江のことで話し合える友人がいないということに気づきまして、じゃあそういう環境を作るにはどうしたらいいんだろうって考えたときに、浪江町役場の職員として働くことで、高齢者だけでなく若い人も戻ってこれるような町づくりを目指したいと思い、浪江町職員を目指しました。茨城で働いてた頃はシステムエンジニアとして働かせていただいておりました。なので、まあ、パソコン関係は結構詳しいので任せてもらえれば頑張りたいと思います。じゃあぜひタブレットも詳しそうなので、その時よろしくお願いいたします。本庁担当でございます。よろしくお願いいたします。はい、本庁勤務ってことなんですけど、今どちらにお住まいですか？南相馬の原町地区の方で。ご家族はじゃあ、そうです、まあ、避難中ってことですね。そうです、はい、されてる、まあ、ご家族もそうですし、はい、お友達も戻ってこれるように、はい、ということで、これから本庁で、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では次に続いてお二人目ということで、船尾さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。じゃあまず簡単に自己紹介をお願いします。はい、今、産業振興課の農林水産係というところで、勤務しています。船尾弘樹と申します。出身は大阪府堺市と、まあ、南米からだいぶ、まあ、遠藤院、関西の出身なんですけれども、今、まあ、南米の方たちに囲まれていろいろ教えてもらいながら業務に取り組んでおります。
よろしくお願いします。今回浪江職員になろうと思ったきっかけとか、はい、そのそもそもの動機とか、はい、そうですね、まあ、前勤めていた会社が、同じ浜通りのいわきにありまして、うん、まあ、そこで、まあ、3年ほど働いてたんですけど。ああ、なるほど。じゃあ福島にはもう震災前から、震災後の、はい、震災後にいわきで働いて、はい、そこで、まあ、その地元の方たち、うん、まあ、いろんな話聞いたり、うん、まあ、震災後なんですけど、まあ、浜通り、これ、まあ、ここが一帯の地域の、まあ、姿とかを見て、まあ、復興の一助になりたいなという考えで、はい、各番所で行きました。じゃあ、お仕事が産業振興を語ったということですけど、具体的にはその中で何をされていますか、今。農業の、まあ、再開事業ですね。うんうん、浪江町内で の, その農地を、まあ、除染後の農地を、まあ、保全、除草とか、そういったものを取り組んでもらって、まあ、今まで以上、まあ、農業を発展させていくお手伝いというところです、ね。うん、今後、まあ、浪江の職員として今後お仕事やっていくと思うんですけど、最後にその町民の方々に向けてメッセージをお願いします。はい、今私はその農家の方たちを中心に、町民の方と、いろいろ接して、コミュニケーションを取らせていただいているんですけども、まあ、まあ、関西出身ということで、まだまだ浪江のことを知らない私なんですけれども、まあ、皆さんにいろいろ知恵を介しながら浪江のことを知って、まあ、できれば、誰よりも浪江のことを詳しくなれるように考えておりますので、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では最後の一人、古田さんをお迎えしています。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、ではまず簡単に自己紹介をお願いします。浪江町役場基調準備室危機防災係に所属しています古田聡です。出身は浪江町の境地区です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。基調準備室ということですけれども、はい、今古田さんの具体的な業務内容を教えてください。防災担当ということでして、地域防災計画の見直しや、あとは防災面のハードの整備ですね、具体的なものですと、まあ、例えば避難所にあたる集会所でしたり、うん、防災備蓄倉庫の整備とか、そういった内容です。うんうん、ありがとうございます。じゃあ、もうずっとじゃあ小さい頃浪江にいたってことで、はい、浪江の少年時代の思い出とか何かあれば。そうですね、高瀬球場入って野球したりですとか、あとは城六公園だとか、家が近いので、あとは山の中入って、まあ亀池で釣りをしたりとか、また川で鮎釣りしたりとか、そういうのを特に印象に残って、特にこれは貴重準備室ってことなので、はい、まあ、今年1年間特に、まあ、重要なミッションを背負われていると思うんですけども、はい、町民の方々に向けてメッセージとか意気込みとかお願いします。そうですね、まあ、基調にあたって特に防災という面では、まあ、前回の震災も踏まえて特に重要な課題の一つとして挙げられているのは、まあ、重々承知の上なんですけれども、まあ、その上で、まあ、こういう仕事を任されたということで非常に強いやりがいを感じていますし、まあ、先輩職員の方々と協力しながら、まあ、町民の皆様が安心して町に帰ってこれるような防災面での整備を、まあ、少しずつでもでお手伝いしていけたらなと思っています。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは広報ピックアップのコーナーです。今日は、5月から始まるコミュニティ支援員の、制度についてお聞きしたいと思います。生活支援課の大垣さんをお呼びしました。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずこの制度の特徴を教えてください。はい、はい、ですね、まあ、浪江町ではですね、今県内に3カ所、交流館を配置しておりまして、福島と郡山といわき3カ所なんですけれども、そちら交流館の方をですね、元町民の方に使っていただきたいということで、町が職員の方を採用しまして、5月からですね、各交流館に2名ずつ人を配置することになりました。うんうん、
内容としましてはですね、皆さん町民の方集まっていただく交流会の開催ですとか、交流館そのものの管理と運営等を行っていきます。ですので、こう皆さんのもとにですね、いついつに交流会がありますとか、そういった周知ですとか、あとはホームページからブログなども発信しますので、そちらの方で皆さんご覧いただければと思います、はい、なるほど。コミュニティ支援員さんが配置されることで、なんかどんなことが期待されそうですか？ですね、正直今こうなかなか交流館に足を運べづらいという町民の方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、今度町が間口を広げてですね、いろんなイベントを仕掛けていきますので、はい、もう単純に集まってお茶を飲むようなこともできますし、いつでも、火曜日から金曜日原則は空いているので、その間にですね、皆さんこうフラット立ち寄って、はい、新聞読んだりとかお茶飲んだりとか、そこに来れば浪江の町民に会えるという、そういったスペースにしたいなと思います。そうですね、いいですね、はい。この支援員さんも浪江出身の方がいらっしゃるようですか？今回は全員浪江町出身。あ、全員がそうなんですね、はい。そうしたら余計なんか集まりやすいですね。そうですね、地元の話とかはもうすごくつながれると思うので、はい、ぜひいらしてほしいなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。わ、はい、かりました。私もわかりました。教えてもらって。具体的にはオープンはいつからですか？ですね、職員が実際に交流会に着くのは5月の6日の金曜日からになります。6日から、あ、はい、連休明けから。明けですね。はい、そうですね。わかりました。ぜひ町民の皆さん集まっていただければと思います。はい、はい、お待ちしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。4つ目、はい、ではタブレットコーナーですね、はい。今週は、イベントカレンダーについてご紹介します、はい。今ね、浪江町の中で、いろんなコミュニティですとか、いろんな方々がイベントを主催してくれてると思うんですけれども、そういったイベントをね、どっか一つのカレンダーに集約して見れたらいいなっていうご要望が今まで結構ありました。ありましたね、うんうん。なので今回ね、コミュニティ支援制度、先ほどのお話だと思うんですけども、はい、それ始まったのも機会に作ってみました。そうですね、うん、はい。ひとまずはね、そのいわき、福島、郡山の3つの地域のイベントをそのカレンダーに集約して浪江新聞の方に掲載していきます。浪江新聞の浪江ニュースのところに毎日掲載されるようになりますね、はいはい。なので皆さんチェックお願いします。で今後ね、他の地域にも広げていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにご覧ください。はい。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今週は以上になります。皆さん今週お楽しみいただけましたでしょうか。はい。はい、何かこの浪江チャンネルに関してね、ご意見、ご要望などいただければと思っております。宍戸さんの出る比率を増やせとよく言われてるんですが。はい、そんなんでもいいので、はい。はい、とか、取材に来てくださいとか、そういったものでもいいですので、ぜひぜひご意見お寄せください。はい。はい、来週は、はい、うん。1週間後の5月6日、はい、金曜日、ゴールデンウィーク中ですが、ですね。はい。はい、特別編みたいな感じでお送りしようと思いますので、はい、はい。よろしくお願いします。はい。では、さようなら。さようなら。